ベルンド・ベルンドとは、ゲルマン人の伝承に登場する、タニヤ氏である。ベルンドは、数多くの伝承に登場するが、いずれにおいても優れた、タニヤ氏として登場する。ウェーランド・スミス、ビーラントなどとも呼ばれる。ベルンドは、コエッタの、ベルンドの歌に登場する。ベルンドは、フィンランド王の三男であり、兄弟のスラグビズ、エギルと共に、ウールブダリルというところに住んでいた。 ある時、白鳥の羽衣を脱いで水浴びをしている三人のワルキューレを見つけ、それぞれ三兄弟の妻とし、ベルンドはヘルボルアルビトを妻とした。しかし七年後彼女たちは彼らの下を去った。スラグビズとエゲルは彼女たちを追ったが、ベルンドは一人泊まり、腕輪を数多く鍛えながら、妻の帰りを待った。スウェーデンをニーズズは、ベルンドの寝込みを襲い、ベルンドを捕らえ宝を奪った。 また、王妃の進言に従い、膝の剣を切り、セイバルスタズという島に遊兵し、自身のために宝を期待させた。ある時、ベルンドはカジバを訪れた二人の王子を殺害し、その頭蓋骨から作った酒に銀を塗るように、目から作った宝石を王妃に、歯から作った装飾品を王女に送った。また、腕輪を直しに訪れた王女、ベズビルドを酒に酔わせて襲い、子をはらませる。 その後動けるようになったベルンドは、王に王女の命の保証を誓わせた上で、自身の所業を明かし、空中へと飛び去っていった。この物語の前半は、白鳥所女説話の要素を含んでいる。また、彼が最も巧みな人物であったことを、私たちは古い伝承から知っているとあるように、ベルンドの伝説自体は、ベルンドの歌以前から、ゲルマン人の間に伝わっていたものである。 話中には、ニーズズがベルンドに対し、妖精の王と呼びかける場面もある。ベルンドはまた、ニーベルンゲン伝説やディートリヒ伝説などを統合した三文作品、シズレクのサガにも登場する。彼が登場する部分は、ベレントの話と呼ばれている。ベレントは、ビルキヌス王と人魚の間に生まれた巨人、バジの息子であった。バジは、ベレントが9歳になると、 フンランドのタンヤ氏右目の下へ修行に出すが、兄弟子、シグルズに暴力を振るわれていると聞き、彼が十二歳の時に一度連れ戻した。次に、小人たちの下へ修行に出すが、バジがベレントを引き取りに来る途中で、事故死したことを聞き、ベレントは小人たちを殺し、タンヤ道具や宝物と一緒に船に乗り漂流する。ベレントは、ユトランドをニズングに保護される。宮廷のタンヤ アミリアスと腕比べの賭けを行い、これに勝利する。またその中で、タンヤ道具を盗んだ王の家来に、生き写しの像を作り、道具を取り戻すことに成功する。ある時ベレントの手柄を横取りしようとした王の、お気に入りの家来を殺してしまい、王に追放される。復讐のため変装し宮廷に戻るが発覚し、足の剣を切られたや小屋に軟禁される。 ベレントは小屋を訪れた王の次男と三男を殺害し、その死体を用いて作った宝物を王に送った。また腕輪の修理を頼みに来た王女、バドヒルドと同金し、子をはらませる。ベレントは弟のエギルを宮廷に呼ぶ。エギルは弓の名手であり、王はエギルの息子の頭に輪ゴを乗せ、それを弓で刺させる。エギルはこれに成功するが、 もし私が失敗していたらその場で王とその家来たちを、居殺すつもりだった、と告白する。ベレントは翼を作り上げ、塔から脱出しようとする。王は、エギルに、ベレントを居させるが、テファズドーリアは、ベレントが脇に下げていた血の入った袋に当たり、逃亡に成功した。その後、ニズング王は早くして亡くなり、彼の息子オトビンが後を継いだ。ベレントは、彼と若いし、 ユトランドに戻ってバドヒルドと結婚し、後に妻子と共に故郷のシェラン島へと戻っていった。また、この時、ベレントとバドヒルドの間に生まれた子が、後にディートリヒの部下となるビズガである。ビズガは単野市になることを拒み、旅に出ることを決意する。ベレントは、息子のために防具意識を鍛え、ウマスケミングと剣、ミームングを与えて送り出した。またベルンドは、 古英語による文学作品にも間接的に言及する形で名前が登場する。ベオウルフでは優れた武器や防具を作る名工として、デオールの嘆きでは逆境に耐える意志の強固な誇り、高い人物として名を挙げられている。フランクスの小箱。7世紀の遺物であるフランクスの小箱ともの前面の向かって左側に王子を殺して主敗を作ったベルンドが、 ベズビルドに主杯を差し出して、ビールを注がせている場面が描かれている。また箱の蓋には、弓を構える人物が描かれており、共に刻まれている名前からボルンドのニーエビルであると、解釈されることが多い。ウェイランドの火事場また、イギリスのオックスフォードシャー州にある紛糾は、ベルンドの伝説に結びつけられ、サクソン人によって、ウェイランドの火事場と名付けられた。 しかしこの巨石記念物は彼らサクソン人よりもはるかに昔に建造されたものと考えられている。また、このことから馬を小さな銀貨と共に一晩置き去りにすると翌朝にはその馬に邸鉄がはめられているという名神が生まれた。ベルンドにはフリバーティギベットという名の助手がいたという伝承も存在する。下宮、金子、p 八0から82。 ベオウルフ P55、唐沢 P171、ヨシミ P129、唐沢 P38、唐沢 P35、ありがとうございます。